フェドロの育成ドラフト注目選手一発。育成ドラフト。ほう。ああ、いやー、僕ら本指名の予想しかしてませんけど、うん、僕らの予想した選手が育成でも選ばれたりしてるんですよ。ちょっと衝撃だったけどね。理由を言えと。そんなわけあんのかと。いや、そうなのよ。だから縛りでもなんでもない。ああ、指名され縛りだったのかな。っていうね、選手も いたわけなので、そういう選手プラス注目、うん、各球団に各球団っていうか、まあ今回10名プラスアルファぐらいいるんで、そういう選手将来出てきますよっていう選手をね、もう今で言うと宇田川選手がね、いやそうよ、なんなん、うん、ドライチだろ、いや本当よ。なレベル的なああいう選手が出てくると、うん、いやめちゃめちゃいる育成にも。あ本当、やっぱりここはね無視できなくなってきてますよ。なので今日は順々に発表していきたいなと思います、はい、まずオリックス、うん、オリックスに、佐伯海斗選手です。大阪経済大育成の時点でおっと思ったけど、しかも2位何回と、いやそういう1位でもないんかいっていうね、マックス153キロフォークが武器の、投手ですよね。180センチ86キロ、まあで、その指名のあたり、もう前向きな発言もしてます、うん、山本由伸選手は目標ということで、うん、死に物狂いで練習して絶対に這い上がって活躍したいと。ほうほう、うん、まあ大学のね通算の試合数が少ない、いやでもな最後だって巨人なんかも出てたね、あ上位候補ちゃうんかいと、うん、いやだからこれが育成なんで全然ね、これ来年支配下になることも全然ある。あーシーズン途中で後ろが足りなくなったりした時に、うん、バリバリ後ろだったらすぐいけると思うんで、うん、佐伯投手とかね、うん、次ソフトバンク3位、はい、木村光投手、さあそうよ仏教大ほんとそう。173センチ70キロ、マックス148キロで縦のスライダーが武器っていうね、うん、ただね木村選手は、現時点では未定と、育成でいくかどうかっていうのはちょっと今返答迷ってるっていう段階ですね。社会人行ったら2年後1位候補の可能性もある人だから ね、 大学通算だって27試合出て防御率 0.71 よ。いやマジでいいもん、奪三振率10超えて四死球率も 1.88 だから、そうよ、だ縛りはなかったってことでしょこれ、うん、育成で行ってるってことは怪我だったんかな。ああ怪我がね、怪我はちょっとね、うん、あれでしたけど、まあ、だからやっぱりプロのこのドラフトっていうのはメディカルチェックできないから、うん、この怪我っていうのはやっぱりセンシティブな問題なんですね、うん、よくわかる、勉強させていただきましたよ、うん、続いては西武に徳島インディゴソックスのヒグマモンテル選手、ね、うん、186センチ90キロ、右投げ右打ちの外野手、うん、現在22歳の選手ですね。まあスピード、これ足の速さはね魅力なんですって、うん、大型外野手なんですけど、これ実は投手時代もあって、ああ巨人のトライアウト合格経験あるんですよ。ただその年指名されずにまた独立リーグ入って、うん、で外野手転向して今回西武からお声がかかったみたいなんですけど、まあ、こういうねちょっと紆余曲折あった選手、うん、やっぱりハングリー精神、ああそうね、応援したいね、ああでもう体格は十分ですから、うん、ああこういう西武みたいな自由に打たせてくれるところで、うん、僕は飛躍するんじゃないかと思ってます、うん、で続いては巨人1位松井颯投手、名城大、178センチ83キロ、これ花咲とこからね、もう迷ったら、今見てる親御さんいたら迷ったら息子さんは花咲とこからに入れれば、まあね毎年プロ一人は出すんでね、タイヤをハンマーでやりますから、マックス154キロ、信じらんないんだけどな、スライダーとチェンジアップを投げ分けると、で内田スカウトなんかも体が強い、制球力があってスライダーのキレもいい、ここから伸びしろもありそう、うん、いや支配下で取れやなるよな本当に。でこの松井選手ね、意識も高い、大学4年次、これが失敗だったかもしれない、得意の変化球の精度を上げるためにカットボールとフォークを封印してます。でもプロに入ったら解禁するらしいんで、有楽町で言うと安定ですね、安定ユースケが、うん、徳路線でやる安定、制限をかけることでな、そう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 、念能力とも言えるな、あ念能力とも、富樫系ですね、富樫系だね、富樫系投手。続いてはロッテ1位、ロッテ、吉川優斗選手、ああ浦和レッズの有名な、ああそうですそうです、何回迷ったんだよ、あの5位までで、ね、入れようか左でな、そう185センチ82キロ、マックスは142キロで3クォーターなんですけど、まあ、埼玉県でね、うん、で育成でもプロに行きたいと発表したんで、うん、多分プロ入りすると思います、うん、このままで中川使うと思う、リーチが長くてターン持ちの良さが特徴と、球速表示以上の伸びのあるストレート、うん、やっぱりいいみたいですよ、うん、うん、でピッチャーのこれ進学校ですから特進クラスなのよこの子、あすごいね、それでこれだから野球にパッて打ち込んだらガッて上がる可能性ある、しかもプロロッテ、
吉井さんでしょ、この子はね化ける可能性かなり大きい、そして3位で勝俣瑠偉選手ね、ロッテ藤宮東、勝俣君も支配下じゃなかったんだよ ねで こちらも上のレベルで勝負したいともうプロ入りの意向を示してるんで、おそらく入団するだろうと、で小林スカウトも長身の割に身のこなしがよく3秒揃った選手、まあ、まずは体作りからだねというところを言ってるんですけど、まあ支配下の選手みたいなコメントなんだよな、評価してますよ相当と思いますね、はい、続いては中日、中日1位松山真也、八戸学院大学、ジャイアンツが取るんじゃなかったの。いやいや、そうよ、なんで育成取られてんだ、188cm92kg、マックス154kg でフォークがいいんですよね。で、松山選手も、まずは2桁の背番号、1桁の背番号を目指して頑張りたいって言ってるんで入団の意向ですね、大学通算、まあこれがだから松山選手が試合に出始めるのが遅かったんだよね、13試合なんですよ通算で、防御率 1.00、 奪三振率 13.25、 四死球率 1.75、 すげえじゃん、すごいのよ。中日のスカウトの方も長身から投げ下ろすストレートの強さとフォークが武器のクレバーな選手と言ってますんで、松山選手は1年目からもしかしたら後ろで足りなくなったら出てくる可能性は十分にある。で我々やっぱり甲子園フリーか、ああまあまあ、ミスター甲子園、ミスター甲子園甲子園組も追っていました。おう、そうするとソフトバンク14位、森島選手、興南高校のキャッチャー、ああはい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 、だね、モリモリね、あーモリモリ、だから本当に聖森投手がいいね、まあ中央大かな、あまあただこれがソフトバンクの最後の指名ですから、やっぱり注目されてたんだなと、そして巨人3位、吉村優聖投手、明徳神宮ね、明徳は2年連続で巨人にが取りましたね、あそうだね、そうなんですよ、去年の白木投手に続いて、まあなんでこういう一元に秀でた選手だよね、育成はね、基本的にはもしかしたらこの子も早めに、まあ、大江投手ラインなんかな、まあ、高梨選手とかなね、まあ見習う先輩たくさんいるんで、巨人いいと思いますね、そして巨人9位森本哲星君、ああそうね、市立船橋、ジャパンじゃない、ジャパン、もう森本君も多分このまま巨人入って、なんとか試合会に上がってね頑張ってほしい選手ですね、いい左ね、そう投げっぷりがいい左、そして楽天の2位の古賀選手、下関国際、おおほいほいほい、サワンの先発する方ですね、かかったね、かかりましたね、古賀君も頑張ってほしいですね、進学せずに多分楽天行くと思うんで、そして最後広島3位辻大河君かな、二松学舎、セイヤチルドレンね、ああ取りましたよ、やっぱり市原さんに取ってって言われたんじゃないの、育成厚労省の育成厚労省のカープラインはまだまだ健在よと、辻君もな、ピックアップしてたもんな、そうよ、辻君もかなりいいと思う、やっぱりでも好きね、好きだね、王道のピッチャーがね、好きだね、やっぱ育成でもそこはブレないんだなって思いましたね、本当脅かしてほしいよ支配下の選手を、そうだね、こういう突き上げがあれば、もう全体のレベル上がると思いますんで、いやだから育成すごいね、150キロ投げればプロになれるって里崎さんが言ってましたけど、プロになれるかもしれないけど支配下じゃない可能性がある時代なんだなって、そうだね、思いましたね、レベルも上がってるってことだね、というカエルさんが今年ドラフトで勝った育成選手ピックアップしてくれました、はい、いやこの選手必ず戦力になってくれるという選手、球団と選手いれば教えてください、はい、また明日お会いしましょう、ありがとうございました、結局育成ドラフトはソフトバンクだけが最後の最後まで残ってたかな、いやそうよ、巨人もちょっと使い切れないわって、もうサウナと一緒だよね、もうちょっとそうお酒で警備員が何回もまだ正常できねえよ、あえいかんはフェドローに輝く語呂ある、チャンネル登録お願いします。